はい、皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回は UFO、秀吉の野望を続けていきたいと思います。といってもね、前回で秀吉はもうすでに亡くなっていて、徳川家からの腰入れ、してきた千姫が今この日本の舵取りをしているという状況になります。で、朝鮮のね、まあ、約南半分を平らげている状況なんですが、まあ、皆さんのね、アドバイスとかコメントとかいただいている中で、まずは日本の統一と、あとは、各ね、ステート、中核州を、どんどん発展させて、技術をね、アップデートする前に精度をアップデートした方がいいですよ、というね、アドバイスいただいていますので、今回はね、それらを目標にやっていきたいというふうに思っています。で、千姫なんですが、まあ、残念ながらね、軍事は強いんですが、統治と外交は弱いというのがあるので、お金を貯めたらですね、まあ、これらの、補正がかかる建物をね、作っていきたいというふうに思っています。では、時間をまったり進めていきましょう。まずは国内にも1万規模の軍勢を置いておきたいので、軍を大規模に歩兵しておきましょう。まあ、常時置いておくのがいいのかというのはあるんですけど、反乱が起きた時にね、どうしても手出しができなくなってしまうというのがあるので、まあ、それらを避けるという意味でも、ここは一旦、軍のね、増強というものをしておきたいと思います。で、今真ん中あたりにね、陸軍の維持費持ってきているので、これは一旦このままキープしましょう。で、貴族たちが援助を要求。貴族など、どうでもいい。まあ、ちょっと統治力50を失うのは痛いですが、お金も失いたくないので、ここは一旦突っぱねましょう。で、京都に軍を集結させておきます。で、指揮官もこの際雇いましょう。一人これで国内国外ともに安定化が見込めるので、一旦この状態で進めていきましょう。で、もしね、今の各領域、まあ、朝鮮と日本本土ですけど、ここをね、圧倒的に凌駕する反乱が起きた場合には都会させて、しっかりとね、相手を凌駕する軍勢を用意していくという形でいきます。なのでちょっと苦しい国家運営が続くんですが、開発はしっかりやっておきます。開発は京都を中心にやっていこうかな。京都武蔵、この辺り中心に入れておきましょう。グハ将軍の引退、ただでさえ将軍の数が足りていないの。ゲー出たよ、踏み絵が来たな。一旦軍を戻しましょう。とんでもない数のね、軍勢が必要になるので、で、踏み絵が来た後にその踏み絵をね、しっかりと鎮圧しておきましょう。で、指揮官がいないの、いやー、提督入れたいけどな、外交力が、まあ、言ってみればカスだからな。ここは一旦提督なしで乗り切りましょう。今朝鮮が無兵力化したので、ここもね、注意が本当に必要なポイントにはなりそうですね。で、お金はどうなってる？州の不穏とかどうする？朝鮮の分離主義者、こいつらは一旦軍事力を使ってでも収めておこう。今朝鮮に兵がないので、ここは致し方なしという形かな。で、本土化は進めておきます。
本土化した後にね、また、中核化しておく必要があると思うんですけど、そこまでの統治力には、残念ながら余裕がないっていうね。うわ、出たよ。どこ？秋ね。あ、しまった。やらかした。軍事力を上げてなかった。間に合うかな。間に合ってくれればいいんだけど。で、中核集荷も、統治力使うからね。ちなみに、そうだそうだ、最初にお話しとかなきゃいけなかったんですが、新年明けまして、一発目の収録になります、これが。まあ、だいぶ日が経ってるんですけど、年末年始はね、アメリカ、オーランドの方に、ちょっと遊びに行ってまして、全然動画のね、アップデートができていなかったんですが、ここに来てようやくですね。まあ、本当にオーランドで完全に時差ボケでまだまだ辛いんですけど、ヨーロッパ方面はね全然時差ボケしないんですけど、アメリカはね毎回時差ボケするんですよね。こればっかりはどうにもならないんですけど。そしたら朝鮮に1万、日本本土に1万2000の軍勢を置いておきます。まあ、本当はね、これらの軍勢を置いておくのもお金の無駄遣いにはなるんですが、冒頭お話した通り、結構頻繁にね、暴動が起きてくるんで、その暴動対策になります。で、あとはどうだろうな。この際、細川家に対しては、請求権の捏造でも行っておきますか。新時代の侍が来てるな。一旦そしたらどうしようかな。情報もでも構築しておく。で、この後、いつでもね、回線できる準備をしておきましょう。請求権の捏造は必要ですからね。新世代の侍が来てます。統治力30か、陸軍の伝統5か。まあ、ここは統治力にしようかな。全く統治力のない、千姫が今、ボスですからね、この国の。で、お金が貯まったら建物を建てていきます。どうしようかな。要塞とかいらないからね。まあ、お金を得ておくか。そうだね。寺院でも建てておく、京都に。で、次の技術のアップデートはですね、軍事がマウリツ王英になって、統治と外交はしばらく開発にお金を費やしていくという算段なので、なかなかね、ちょっと見込めないかなとは思ってます。こここそ本当に早くね、早々に、千姫が引退を決断してもらいたいよな。朝鮮の分離主義者どもが反乱を起こす気配があるので、朝鮮にちょっと軍を集結させておきましょう。早め早めに。後手後手に回ると朝鮮の連中が退去して解放運動に乗り出すので、それをあらかじめ潰しておきます。外交官も余ってるからな。まあ最終的には民をねやっぱり平らげたいんですけど、民に対して今何ができるかというと何もできないからね。
まあ、贈り物をね、与えて、媚びを売るというのももちろんありなんですけど。武士が不忠か。まあ、武士はほっといても大丈夫かなと思うんだけどな。人的資源も陸軍の維持管理補正も今そこまで重要視してる項目ではないので、一旦このまま放置プレイかな。それよりも、さっさと。朝鮮半島で分離主義者ともが、活動を行ってくれる方が重要だな。どうする ?2000 の兵を、日本本土に残しておく意味はないんで、これも朝鮮半島に上陸させておきましょう。で、朝鮮からね、戦争が起きたら、すべからずそれらを投入していきます。金の溜まりはだいぶ良くなってるね。7.3。これさらにどんどこ金を集めておきたいので、統治力をやっぱり集中的に投下していくしかないかな。で、ミッション的には天下統一が残ってるので、天下統一もね、行っておきたいと思っています。で、どうする?金か。自治率の変動。いやー、ここは金だな。で、金を考えた場合に、次、開発拠点としてどこを見るかだよね。貝とか悪くないよな。本当に。金山あるところ悪くないですもんね、越後。まあでもやっぱ京都かな。とすれば、建物。それかお金は、一旦キープしとくか。統治力はね、本当に無駄にできないので、統治力が上がるような建物がいいんですが、そういうものはないのか。悩ましいな、そうなると。まあ、寺院かな。金ががっつり増えるところがいいからね。0.0 とかも、誤差の範囲だからな。せめて 0.16。武蔵で 0.16 か。まあ、武蔵かな。まあ、相模も悪くないですけどね。不忠な階級。で、まあ、ここはもう一回王室外交を入れておきましょう。統治力は使いたくないからな。中核集が本来であれば、どっちが優先度高いかっていうのをね、しっかり天秤にかけておく必要があるのかなとは思うんですけど。で、金の入りは?悪くない。とても悪くないね。でも今回ね、ちょっとオーランドの話をすると、12月の29日、土曜日に、まあ、羽田からデルタ航空で夜の便で行ったんですね。で、デルタ航空は2回目の利用だったんですけど、なんかやっぱ気持ちね、最近 LCC エアアジアとかスクートとか、ライオンエアとか、そういうのでばっかり使ってたんで、あと香港エクスプレスとかね、そういうのばっかり使ってたんで、デルタ航空がね、もうやたら広く感じましたね。で、オーランドまでは、日本からは直行便が出てないので、どっかで乗り換え、乗り継ぎが必要なんですけど、今回はミネアポリス、初めて行った空港なんですけど、ミネアポリスで乗り換えました。で、羽田からミネアポリスまでが12時間。
で、ミネアポリスからオーランドまでが、まあ、4時間弱っていうね、まあ、かなりロングフライトだったんで、その席の広さ、ピッチの広さはね、すごく助かりましたね。で、まあ、奥さんと一緒に行ったので、隣の席に奥さんがいたっていうのも、まあ、だいぶ、気持ち的には楽。全く見知らぬおっさんが隣に座って、バンコクまで7時間乗るのとは、やっぱりわけが違う感じでしたね。で、29日に羽田から出発して、十数時間の乗り継ぎを経て、オーランドに着いたんですけど、時差があるので、オーランドが、その時点で、29日ですね。で、29、30、31、で、年をまたいで、1、2、3と、オーランドで過ごして、3日にオーランドを経って4日に帰国というスケジュールでした。で、帰りもね、同じデルタ航空で、オーランドからミネアポリス、ミネアポリスから羽田というルートになります。でね、ここで奇跡のね、アップグレードがあったんですよ。ミネアポリスから羽田帰りの、デルタ航空2回しか使ってないんですけど、奇跡の、席のアップグレードをしてもらって、さらに快適に過ごせたっていうのはね、いや、2回しか利用してないのによくアップグレードしてくれたなぁと思って。まあ、通常やっぱり常連さんをね、アップグレードしてくれるじゃないのかなと思うんですけど、まあ、奇跡のアップグレードが入って、むちゃくちゃ快適に過ごさせてもらいました。まあ、こういうのが続くとね、またデルタ航空使おうかななんて思いますよね。州の不温度で朝鮮が60まで上がってるね。いつ戦争になってもおかしくない。で、オーランドじゃあ何しに行ったのって話なんですけど、ツイッターの方ね、見ていただいてた方は、もう、わかってるよって話だと思うんですけど、ディズニーワールドに行ってきました。で、オーランドは、ディズニーワールド以外にも、ユニバーサルとか、あとは、ケネディ宇宙センターとか、まあ、他にもね、シーワールドとか、テーマパークが詰まってるエリアがあって、ディズニーワールドはね、今回で4回目、5回目、どっちだろう行ってます。新婚旅行も、オーランドのディズニーワールド行って、まあ、奥さんがね、ディズニー大好きなんで、まあ、ディズニーワールドでもあったり、過ごそうと思いきや、もう朝から晩まで、ディズニーのね、テーマパークを巡るという超ハードスケジュールでしたね。で、ディズニーワールド内には、まあ、いわゆるディズニーランドに相当するマジックキングダムっていうのと、あとハリウッドスタジオ、アニマルキングダム、エプコットっていう、まあ、ディズニーランドみたいなのが4つ入っているっていう時点で、もうね、かなり忙しい場所なんですけど、まあ、温暖な気候なんでまだまだ良かったかなと。日本だとね、もう今極寒ですけど、オーランドだと、まあ、ちょうど、なんだろうな、初夏の陽気っていうのかな。昼間が25、6度。まあ、夜とか朝方が15、6度っていうね、まあ、比較的過ごしやすい体力が削られない、ぐらいのね、環境なので、まあ、そこが唯一の救いだな。まあ、ただ逆に夏場はね、とんでもなく暑くなるんで、まあ、そこがね、今回、この時期に行けたのが良かったかなと思います。ゴールデンウィークとか長期の休みじゃないとなかなかオーランドには行けないので、いつもゴールデンウィークにオーランド行くことが多かったんですけど、ゴールデンウィークのオーランドはもう完全に真夏ですね。日本で言う。まあ、なので、まあ、その点はね、本当に良かったかなと思います。まあ、ただ、先ほどお話したように、すごく時差ボケで苦しんでいると。今だなお。では、京都にまた投資していきましょう。京都がだいぶ上がってきたけどね、11、12まで上がってきてるんで、まあ、この調子でいくかな。で、再び金だ。金。0.27 とかめっちゃいいね。こういうところで地味に金をね、集めておきましょう。お、反乱軍の放棄来るな。90%。これを確実に放棄する。どこだ？場所は。場所がわからないけど、軍は同じ場所に集めておこう。朝鮮との停戦期限がまだ10年近く先なので、それまでに国内をね、平定しておきたいんですよね。どうしても開戦自由を得て開戦したいので、せっかくここまでね、しっかりと、安定度を保ってきているので、請求権の捏造をなんとかしておきたいな。まあ、ただ、それも朝鮮半島の屈服が終わってからだな。で、細川は、おっと来たな。お、しかも、
いいところであるけど、ちょっと待ってくれ。このパターンか。いやー、やってくれるな。まだ間に合うから。なんとか、勝利できた。危なかったー。これあるからね。そしたら、この後は請求権捏造して、一気に。もうちょっと待って、反乱が成功してる。ここか。ここだな。いや、軍勢の数でかいぞ、これ。32,000、味方が22,000。勝てる見込みないな。どうする？お金に余裕がある今のうちに、兵の増強するしかないかな。35,000まで膨れ上がらせて、25,000まで兵を増強して、この25,000の兵で32,000の兵に当たりますか。それがいいかな。それでなんとか対応しましょう。で、オーランドに新しくスターウォーズのエリアができてて、そこがね、とんでもない賑やいになってましたね。軍事力30失う。しょうがない。ギャラクシーエッジっていうエリアなんですけど、もうむちゃくちゃ人で、どこ行っても人人人っていうね、そんな感じでしたけど。さて、そしたら、指揮力が回復するのを待って、一気に、殲滅しよう、朝鮮の反乱者ども。抹殺する。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。大丈夫だね。大丈夫だよね。OK だ。で、朝鮮の連中を屈服させたら、細川を食いに行きましょう。で、朝鮮がしばらく安定してくれるんだったら、この際、全軍を日本に差し向けて、そこから、一気に、細川を、潰しておきましょう。商人の逃亡。いや、どっちも微妙だな。まあ一応重傷主義にしておきますか。で、細川家に対しては、ここに来て外交で、請求権の捏造を入れておきます。まあ、大和かなぁ。ほい。請求権を捏造して、こやつらを食う。まあ、ここも一応もう全軍をね、日本に戻して、細川を一気に食い荒らしてから、再び戻りましょうか。では、ここで細川家に対して、まあ序盤はね、だいぶいろいろ尽くしてはくれましたけど。アイヌが敵に回る？おー、そういうこと？じゃあ、一度軍を、京都に進駐させておいて、アイヌの軍勢がどれくらいいるかだな。割と少なくない数いそうなんだよな。まあ、とりあえず細川を潰して、
アイヌも潰しておくかどうかだな。では改善していきます。で、軍事力はマックスのままでね、 OK だ。このまま行こう。で、忘れないうちに開発も入れておきます。京都一点集中。細川の軍が逃げるか。一旦全軍で潰しておこう。細川の急戦だ。これがどこまで逃亡するかだな。追って追って追い散らしていく。で、スボを占領した部隊で他を食っておこう。どこまで逃げるかだね、細川。よし、細川の軍を潰したらアイヌだ。アイヌもついでにいただこう。細川の軍をね、追っていくというのもありですしね。花見の宴？金150にもでかいけど、統治力25、維新5。いや、ここは金だ。目先の金だ。花見といえばね、第五の花火。秀吉がね、晩年花見やったっていう逸話有名ですけど。日本だと桜の時期ね、めちゃくちゃ、ホテル代とか上がりますもんね。ちょうどね、2月に、タイの女の子を北海道に呼んでまして、2月の北海道、まあ、北海道自体、実は初めて行くんですけど、北海道の2月はあれなんですね、雪祭りがあって、ホテル代がね、結構高かったの。にびっくりしました。あ、こんなにホテル代高いんだっていうね、驚きですね。まあ、飛行機代はね、まあ、安くはないものの、まあ、むちゃくちゃではなかったんですけど、ホテル代がね、もうむちゃくちゃ高くなってますね。今だと。雪祭りも初めて行くので、まあ、楽しみは楽しみなんですけどね。そのあまりの金額の高さに。驚きましたけど。で、ここでもう一回入れておきたいのが、相模悪くないな、0.31 だもんね。金を使っていく。本当はね、お金使って、できることなら、統治力が上がるような、そういう、オプションの建設物が欲しいんですけどね。さあ、ここでアイヌ軍も撃滅しておく。ちょっと待って、大丈夫だね。ニガさん、どうする？このままヤマトをまだ掘っていくのはナンセンスだから、一旦掘っていく部隊と占領する部隊で分けますか。で、最終的に攻撃すればいい。どこまで下がる？細川の軍勢は。ここまでか。一旦集結してから、細川の軍勢を叩こう。
ここまではすんなり決着つけたいからね。しかも早期に。あんまり時間かけてるとまたね、いろんなところで反乱が起き始めて収拾がつかなくなるっていう、まあ、いつものパターンになってしまうので、そうなる前に早期に決着をつけたいよな。動作が奪われたわけでしょ、これで。細川の軍をもうここで壊滅させたいんだよね。完全なる壊滅。アイヌの軍を壊滅させる。で、細川の軍を土佐まで追っていくと。これで大丈夫かな。で、そうこうしてるうちに、十勝も取ってしまおうという算段だね。いや、来たよ、来たよ、来たよ。来ましたよ。キリシタン。これね、むちゃくちゃ痛いんだよな。州の不穏度が上がる、安定度を失ってでもこっちの方がいい。今、だって、駿河、丹波、相模で反乱が起きたら終わるからな。くそー。ただでさえ、今忙しいこの時期に、よくやってくれる。で、父さんの奪還は、まあ、時間の問題ですね。で、十勝も取れるでしょうと。そうすると、あとは、もう壊滅してるよね。細川も、アイヌも、一旦、数としては壊滅しているので、軍勢の数としてはね。もうこのまま、全土を平らげましょう。で、京都の開発。金の入りはどうなってる ?6.51。まあ今、軍事力マックスにしているので、その割には悪くない数字ですよね、きっと。まあ本当だったら統治力とかね、もっとガンガン使っていくべきなんでしょうけど。京都の、どうする人的資源、保障、ルネサンス入れとくか。土佐も集結。土佐集結したら、摂津に向かおう。で、あとは、京都でルネサンス、京都でルネサンスか。いや、ここはもう思い切って使っていこう。職人たちの不幸。安定度。ダガットを失う方がまだマシだ。今、安定度を失ったら終わってしまう。よし、トカチ取ったね。そしたら、軍を戻します。これで、あとは、摂津が取れれば、まあ、今の大阪ですね。まあ、取れれば終わりかな。で、金を使っておく。我らが千葉に投資する?じゃあ。一刻も早く摂津を取って終わりにしたいよね、この戦いを。おっと!播磨やっちゃった。京都をやりたいのは。よし、摂津も集結したので、これで、
すべての国という国を我がものとしよう。神川だけ取れないの？まあいいか。北の果てだからね。よし。これで、あとはアイヌが残ってるだけ？残ってるのは。ちょっと外交で従属国見ておきましょう。そうだね。家康亡き徳川も取ったし、伊東も傘下に入ったので、あとは、うん、そうだね。アイヌぐらいですね。じゃあ、軍を、どうする？日本に、日本に残しておいて、日本に8000、朝鮮に1万8000にしますか？で、それが多分いいと思います。じゃあ中核集荷しておきましょう。というわけでどうでしょう。もう日本本土はほぼほぼ借金があるになってるよ。金を返していかなきゃいけないんだな。州の本土は、うわ、大友の分離主義者か。こいつらも始末が悪いな。となると大友の分離主義者に備えて須坊に1万7000を置いて8000を、朝鮮に渡らせますか。これもうだって時間の問題ですよね。大友の分離主義者、独立主義者が立ち上がるのは。なので、ここで一旦、大友の分離主義者を破滅に追い込んでおきましょう。というわけで、じゃあ今回ね、細川を潰して、もうほぼ日本の統治が完了しそうなところまで持ってきましたので、次回はですね、この続きをまたやっていきたいというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。